ここのボタンでですよ、ボタンで。こんにちは、まひまひぶんぶんのタグちゃんのお母さんです。新しいポクシーちゃんのを納車するときに、なんとなく説明は受けてたんですけど、私の場合は口頭で聞いても頭に入らないし、かといって、分厚い取説を読むのもあまり好きじゃないので、走りながらこのボタン操作を覚えますっていう感じで、納車して車を乗ってたんですけど、先週広島から帰ってくる時に、ちょっと足が疲れたからこの機能を使ってみようと思って使って、帰ってきてた時になんとなくハンドルが動いてるなっていう感覚があって、で今日24日なんですけど、香川受信で高松で、高速道路で高松向けて行くのに、ちょっと確かめてみようと思って、もう一回この機能を使って80キロで走ってたんですけど、やっぱりハンドルがこう動いてるんですよね、こういう風に。で、見てみたら、そういうアシスト機能っていうのがあって、運転者をこう指示してくれる機能があって、で、ハンドルから手を離したり軽く握ったりとかっていう状態やと、警告が前にバーンって出るんですけど、ハンドルはちゃんと握ってくださいっていうけど、こういうアシストする機能があるので、私両手首が硬くて、特に右手が硬くて、こう同じ格好でこういう風に握ってることができなくて、こんな感じでこんな感じでとかってやってるんですけど、このアシストがあると軽く手を添えてるだけでハンドル操作ができる、力がいらないっていう。で、かつブレーキも、運転中はブレーキもアクセルも全く踏まなくてよくって、なぜかっていうと、その前乗ってたボクシーちゃんだったら80キロに設定して走っている時に、前の車に近づいたからってブレーキをちょっと踏むと、リセット機能がリセットされて、もう一回やり直しになってたんですけど、この新しいボクシーちゃんのこちらの機能は、80キロで走っていって前の車に近づくと、減速したまま前の車と車間距離を保ちながら走行する。で、80キロで走っていいので、追い越し車線右へ出て出ますと前の車いなくなるので、じゃあ80キロに勝手に加速する。だからブレーキもアクセルも踏まずに高松まで行きました。先行車両との車間距離を70メーター、50メーター、30メーターとかってあったんですけど、さすがに30メーターっていうのは怖いし、一番距離を保てる70メーターっていう設定で走ってきました。で、帰りももちろんその機能を使って帰ってきたんですけど、手も楽だし足も楽だし、もうなんていう、タクちゃんと自分のために福祉車両、このボクシーちゃんの福祉車両を買ったんですけど、なんと運転する私にもなんか福祉的な優しさを感じる車っていうのが分かって、この機能ですね、すごく嬉しく思いました。80キロのところから走行が100キロに変わった時は、ここでアクセルを踏まなくても、この上にプラス下がマイナスなんですけど、プラスすると目標の速度まで上げることができる。もちろんマイナス下へ下ろすと下げていくことができる。ここのボタンでですよ、ボタンで。
これで速度が変えるってことにびっくりして驚きでした。あとはキャンセル、ここはキャンセルボタンでやめたい、走行中にこの機能を使いたくないときは押せば自分で運転もできない。ちょっと危ないなと思ったのが、いや、カーナイジャンクションで愛媛道から高知道へ移るんですけど、下りながら左に大きくカーブするんですけど、左へ入ったことで先頭車がいなくなって、設定していた速度に急にカーブに入るのに速度が上がりだして、ちょっとびっくりしてブレーキ踏みましたが、下り坂で速度が上がりそうになった時は減速の機能もついているので、設定した速度より上がりそうな時は自動で減速モードに入って、速度は保たれるようになってます、はい、今日はちょっとそのカーナイジャンクションで怖い思いしたっていうのは勉強になりました。楽ちんな思いもしたし、ちょっと怖い思いも今日したんですけど、とても便利な機能だなと思って、ハンドルが勝手に動く、気のせいじゃなかった、ますますボクシーちゃん大好きになりました。大好きなトヨタのマークかっこいいですよね。では最後までご視聴ありがとうございました。